私は今16歳で、今年の春から父と2人暮らしすることになりました。ですが小さい時からずっと一緒に暮らしていたわけではないので、完全に心が開けていなくて、父と同じ空間にいるとかなりストレスになります。料理や掃除など家事は全て私です。少し前なら頑張ろうという気持ちで頑張っていたのですが、最近は何のためにやっているのか無気力になってしまいました。ご飯も作らずお皿は放置。そんなんじゃダメだって思うほどイライラしてきます。一斉さん流の家事への心得みたいなのがありましたら教えてください。なるほど、ちょっと大変ですねこれは。まあ僕はね、一人で住んでるので、自分の掃除とか自分の片付けとかになるので、そこまでこうストレスって感じたりすることはないのかなと思うんですけども、やっぱりね、そうお父さんと暮らしてて、やっぱそういうストレスっていうのはいろいろかかるかなと思うんですよね。ちょっとごめんなさいね、うまいことをアドバイスというか、こう頑張ってくださいねっていう言葉で片付けるのもあれなんですけども、僕のその家事の心得というか、まあ、家事をしてる時にいつも思ってることは、まあ、もちろん掃除をすればするほど心が磨かれるかなと思っておりまして、そんな感じでいつも掃除をしてるんですけども、やっぱり人が嫌がることとか、なんか汚いところを掃除するのもそうですけど、そういうね、普通の人がちょっと嫌っていうところを進んでやる気持ちっていうのを大事にしてて、例えばアルバイトしてたらトイレ掃除とかちょっと嫌がる人いるじゃないですか。そういうのをあえて自分からやりに行ったりとか、そういうことをしていくと、やっぱりそのやった分だけ自分に返ってくることもあると思うんですよ。なので今多分大変だなとか、掃除してる時はちょっときついなって思うと思うんですけれども、10年後かもしれないし、5年後かもしれないし、1年後かもわからないんですけれども、あの時にこういうふうに頑張っててよかったっていうことがね、必ず来ると思いますので、大変かと思うんですが、あんまりストレス溜めすぎずにね、無理だって思う時はもう無理で何もしなくていいと思います。ですが、まあちょっと、掃除する時は嫌だっていう気持ちよりは、必ずこれがいつか自分のためになると思って、やるといいのかなと思います。今回毎日投稿するにあたって辛いことも多かったと思いますし、くじけそうになることもあったと思います。そんな時視聴者が支えになったとおっしゃっておりましたが、それ以外で毎日投稿を諦めない気持ちを保つために、自分自身でどのような行動思考をして投稿しておりましたか？私は自営業で締め切りのある仕事をしています。毎回間に合わせるものの、まあいっかという気持ちで中だるみして、結果ギリギリに徹夜をして締め切りに間に合わせる働き方をしています。グリパパさんは本業もある中 YouTube に動画を上げているので、本当に尊敬いたします。人々の癒しになれたらという気持ちだけで行えるものではないと思います。私もグリパパさんのように毎日目標を達成できるようになって、余裕のある仕事、またそこでできた余裕から新しいことに挑戦したいので、ぜひお伺いしたいです。いやー、なんかね、もう恐縮です。同じ自営業なので、なんか僕なんかの言葉でいいのかなとは思うんですけれども、もちろんですね、同じように本当にくじけそうな時もあったし、もう無理だもう無理だってなった時何回もありましたね。本当に夜中になって寝てしまったりとかして、うわっやばい、毎日投稿できないとか、毎朝7時に投稿ができないみたいなので、すごい焦ってね、動画を作ったという経験もあったし、その中でその毎日投稿が続けれたっていうのは、一つはやっぱり視聴者さんのおかげっていうのもあったんですよ。第三者っていうのを意識することがすごい大事かなと思って、自分がここでもう一踏ん張りすることで、誰か分からないですけど、誰か一人がすごい救われたっていう気持ちになるかもしれないので、なんかそういったことをこうイメージするようにしてます。僕がここで投稿ができなかったら、すごい暗い気持ちで今日朝を迎える人もいるかもしれないとか大げさなぐらいそういうのをちょっとイメージして、あともう一踏ん張り頑張ろう、あとちょっと頑張ろうみたいな気持ちで、自分の気持ちを奮い立たせるようにしてましたかね。毎日やるのって本当に大変なんですよ。やるのが習慣化してもどうしても疲れてしまう時もあるし、自分のやってることが分からなくなってしまう時もあると思うので、こればっかりはね本当に大変だと思うんですけれども、結構本当にくじけそうになったり、本当にもう体動かない、今日はもう本当に無理だっていう時は、その自分がそこの一日を乗り越えて成長したっていうことをすごくイメージして、ここを一つ踏ん張ったから、ここを頑張ったからこの日の自分がいるっていうのを、大事にしてやってきましたかね。まあ、あとはですね、ちょっと話それちゃうかもしれないんですけど、こうどうしてもやる気が起きない時とかってあるじゃないですか。どうしても
今日はやりたくないとか、もうそういう気分っていうのもねあるので、そういうのをうまくコントロールしていかないといけないと思うので、自営業の場合は自分で誰かに指示されるっていうよりは自分の意思で自分に指示を与えて自分で働かないといけないと思うので、そういった時本当にモチベーションが上がらない時とか、やる気が起きない時っていうのは、僕はですね、なんか例えば格闘技とか、あとはジャッキー・チェーンの映画を見るとか、ブルース・リーの映画を見るとか、ちょっとねアクションがあるような映画とかを見ると、こうなんかアドレナリンが出て少しやる気が出て頑張ろうって気持ちになる時もあったので、もしよかったら、なんかそういうのを見てみてください。もしかしたらすごいやる気出るかもしれないので、そう YouTube とかでも格闘技見るとね、ちょっとこうアドレナリンが出るかもしれないので、ちょっとおすすめですかね。ぜひ参考になるかわかんないですけど、やってみてください。頑張りましょうね。すごくない？グリー、何それ、なんだその絶妙のバランス、何？絶妙なバランスだね。どうしてもこのもちもちクッションに座りたかったんだね。こんな潰れてるけどちゃんとねフィットしてる。なんかもうこれがこういうクッションなんじゃないかと思わせてしまうほどの抜群のフィット感だね。寝てる、かわいい。